ただきありがとうございます。ふるさとでは新幹線の開業により観光客でにぎわっているそうです。本日このように大勢お集まりいただいたのも、ひとえに皆様が毎年皆様が郷土を愛していることの表れと思います。毎年5月に開催する総会も今年で17年目を迎えます。なお第1部総会司会役の私は守護センター西本集落の藤井博子と申します。不慣れではございますがよろしくお願いします。皆さんおはようございます。私はただいまご紹介いただきました会長の高田でございます。出身は上センターの関西集落です。関西開門会は本日第17回総会を迎えました。これよりたくさんの方がご出席ください。また懐かしい方々にお会いできてとても嬉しいです。今日は私たちのふるさとから指宿市開門支所長の井上様、市議会副議長の前田様をお迎えしましたので、最近のふるさとのお話をお聞きしたいと思っております。そして鹿児島県大阪事務所次長の西様、関西鹿児島県人会総連合会幹事長の下入隆様、私たちと同じふるさとを持つ関東開門会、近畿指宿会、そして関西総連合会に加盟している南薩出身の友好団体の代表および女性委員の方々のご来賓のご臨席をいただきまして、こんなに盛大に開催できますことを大変よろしく思っております。ありがとうございました。さて私たちの関西で過ごしましたが、ふるさとで友達と遊んだ山や川、兄弟揃って野良仕事に手伝ったことなど懐かしく思い出されます。ふるさとはいつも心の中にある、時には元気を、時には勇気をくれるありがたいものです。今日はふるさと開門をここ新大阪ワシントンホテルに集結しました。懇親会では2年前にプロ歌手としてデビューされた川尻出身の有村よしみさんの歌謡賞をやりたいと思います。後ほど役員会推薦としてご紹介させていただきますのでよろしくお願いします。なおお知らせを2つほど、紹介させていただきます。1つはこちらにもビラを書いてますが、4月の22日鹿児島ファンデーがございます。お手元の封筒の中にはチラシもございます。前売り入場券としては1000円と。開門支所長の井上修一様お願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介していただきました開門支所長の井上修一と申します。今日は市長がこちらの方に参る予定でしたけれども、公務が重なりまして日本の方でイベントがございました。トライアスロン大会というのがございます。そちらの方で、席を外せないということで私代理で参りました。一言ご挨拶を申し上げたいと思います。第17回関西開門会総会が会員多数の参加のもとにぎにぎしく盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。ご出席の皆様方は互いに連絡を取り合い今日の出会いを待ち遠しく、この総会にご出席のことと思います。今日は焼酎を酌み交わしながらふるさと開門のこと、友達のことなど語られながら楽しいひとときを過ごされることをご期待申し上げます。
地域の発展に大きく貢献してきました。しかし経営的には毎年1000万円程度の赤字を計上し、厳しい運営状況でありましたので、平成19年6月末に閉館し、平成21年には取り壊されております。合併後から建設に向け検討を重ね、民間でできることは民間でという基本方針のもと、建設に向けて民間事業者が参入しやすい有利な条件を検討し、ちゃんとして引き続き守り続けるため職員一同頑張っているところでございます。23年度は売上高2億800万、利用者数17万2000人という結果でございました。最も多かった平成4年の売上高4億1000万、利用者数33万8000人、まあ、これに比較しますと、まあ、その半分まで落ち込んでいるところでございます。食の多様化や外食産業の競争の激化は当面流しも例外ではなく、厳しい経営環境にございます。鳥インフルエンザ、口蹄疫、そして東日本大震災と、市民の皆さんが皆様と連携しながら開門地域の産業発展、そしてまた活性化のために取り組みを進めているところでございます。とりわけ農業においては、南の食料供給危機としての地位を確保しているところでございますが、その中で開門のそら豆、そしてまたスナップエンドウとかかぼちゃなどの野菜をはじめとしまして、牡蠣や果樹、マンゴーなどが今盛んに栽培されているようでございます。それからブドウ園ですね、という果樹栽培が盛んになってきております。そしてまた畜産等において年間を通じて多くの農畜産物が生産されているところです。生産性の高い農業の実現に向けたがあります。そして同時に今年は11月の2日3日に、鹿児島でおはら祭りに出席することがありますからなっておりますから、どうぞ皆さんご出席を賜りたいと思っております。本日は本当に、おめでとうございました。ますますの、開門会の発展を祈願して挨拶に帰っていく、どうもありがとうございました。ありがとうございます。本日、新しい会長ということで、もう何年も前からなんやかんやで話いただいてましたんやけど、もうとにかく何とかせないかんということで引き受けさせていただきました。まあ、これからは皆さんの強力なご協力をいただきまして、まあ、これから変わった総会も、まあ、何とか皆さんの意見を聞きまして、ちょっと変わった思考でやりたいなと思っております。まあ、まだ今のところ分かりませんが、来年の今頃にはなんとかなると思います。まあ、もう時間もないんで、これで第17回の第1の総会を終わります。ご苦労さんでした。